それでは私の方から2点、特に環境関係でありますが発表させていただきます。まず第1点目はエコ未来徳島パワーアップオープンについてであります、まあ、昨今では世界の年平均気温2014年からなんと3年連続で過去最高記録をする、日本におきましても2016年、観測史上最も暑い年となる中、歴史的合意でありますパリ協定が1年経つことなく昨年の11月発効いたしまして、マラケシュでの COP22 において第1回の締約国会議が開催をされ、まさに世界中が脱炭素社会に向けてテイクオフ、スタートを切ったところであります。まあ、そうした中、環境首都を標榜しております徳島県といたしましては、こうした世界の大きな流れ、これを先取りをし日本をリードをする、その意味で新たな条例の制定など気候変動対策3本の矢をスピード感を持って取りまとめをさせていただいたところであります。そこでこの3本の矢を具現化をしていくために、県民の皆様方に新たな環境活動連携拠点となりますエコ未来徳島を、徳島県地球環境を守る日であります4月の22日土曜日となりますが、徳島市西新浜町にパワーアップオープンする運びとなりましたということで、どんな外観なのかということでね、まさに東環状道路沿いの建物ということになります。このエコ未来徳島について少しお話を申し上げていきますと、特に若者の視点、これによります先進性あるいは独創性、また県民目線と現場主義の観点を取り入れた環境教育あるいは普及啓発を行うこととしております。施設につきましては、あらゆる世代の県民の皆様方が気軽にお集まりをいただきまして、環境について話し合ったり、あるいはエコクッキング、まあ、特にキッズエコクッキングなどね、子供さんたちを対象にしよう、親子で体験して楽しく学ぶことのできるエコカフェなどを設置をしたいと考えております。でどんなイメージなのかっていうのが、まあ、こういうね、まあ、まだバーチャルになってますけどね、こういう感じですね。あらゆる世代、3世代で楽しくご参加をいただこうということで、また二酸化炭素の削減、これは元よりでありますが、経費の節電、これを図りまして県民の皆様方の省エネのモデルとなりますように、県の率先行動として太陽光パネルを加え、消費電力を見える化できるホームエネルギーマネジメントシステム、それぞれの頭文字を取りましてヘムスなどとも呼んでありますが、このヘムスを設置をいたしまして効率的な電力使用を進めたいと考えております。まあ、その以外にも大規模災害時には地域の皆様方の避難所として活用のできるスペースの設置、また備蓄品、こちらの整備も行いたいと考えております。またあらゆる皆様方にということでありますので、オストメイト対応の多目的トイレ、また授乳室、乳児の皆さん方、幼児の皆さん方の遊び場を設置をするなど、障害のある方や子育て中の皆様方にもご利用しやすい施設としたいと考えております。オープニングセレモニー、今申し上げた4月の22日土曜日となりますが、午後1時半から開催をすることとしておりまして、記念イベントとしては昭和小学校の児童によりますブラスバンドの演奏、マイバックガールズによる環境ライブ、四国大学の学生さんによります書道パフォーマンスと続き、最後には環境省ご推薦漫才師であります林家ライスカレー子さんによります環境漫才で楽しんでいただければと思います。まあ、こうしたあらゆる世代が楽しんでいただける、まあ、企画としておりますので、ぜひ多くの県民の皆様方にご参加をいただきまして、またできれば県外の皆さん方にもご参加をいただければと考えております。今後はまさにこの脱炭素社会の実現に向けまして、多くの皆様方から末永く愛していただける環境活動連携拠点、
なりますように取り組んでいきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。次に第2点目、平成29年度第1回徳島エコパートナー協定の締結についてであります。まあ、本件におきましては、今後の気候変動対策のバイブルといった意味で、先ほど条例の話を申し上げましたが、まあ、正式な名称は脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例、ちょっと堅苦しいなということで愛称募集させていただきまして、特に子どもさんたちの感性を入れた「すだちくん未来の地球条例」っていうのが愛称となっております。まあ、県議会の皆様方のご賛同をいただきまして、昨年の10月制定をし、本年の1月1日元旦から施行となっているところであります。そこで新条例の基本理念の一つであります県民総活躍、これを具現化するため、この度県と連携をして気候変動対策に取り組んでいただける3つの企業団体の間で徳島エコパートナー協定、これを締結する運びとなりました。徳島エコパートナー協定につきましては、気候変動対策の推進に意欲を持たれておられまして、県とともに事業を企画立案し、そして実施する企業また民間団体の皆様方を対象とし、気候変動に関する広報啓発や環境教育の推進など、複数の分野において県と連携をして取り組んでいただくものであります。新条例の制定、こちらを契機といたしまして、県民総活躍の実現に向けまして、県民また事業者の皆様方と新たなパートナーシップ連携を構築をする取り組みの一つでありまして、スタートをいたしました。まあ、今回が協定締結の第1回目となるところでありまして、この度締結に至った3つの企業団体をそれぞれご紹介を申し上げたいと思います。まず徳島合同証券株式会社の皆さんにおかれましては、地域に根ざした証券会社として金融分野のみならず、県内の森林保全やカーボンオフセットの推進に取り組まれるなど、さまざまな社会貢献活動を展開いただいております。まあ、今回の協定では、カーボンオフセットに関するキャンペーンの実施、またクラウドファンディング、インターネットを通じていろんな資金を集めるクラウドファンディングにおける環境活動の資金調達の支援などに取り組んでいただくこととなっております。次に株式会社広沢自動車外資着工におかれましては、県内で初めて交通エコロジーモビリティ財団によりますエコドライブ講習の認定を受けた教習所として、率先してエコドライブの実践にご尽力をいただいております。今回の協定では、一般のドライバーの皆様方にエコドライブ講習の実施、またホームページを活用した地球環境保全の普及啓発などにご協力をいただくこととなっております。続いて特定非営利活動法人徳島県消費者協会におかれましては、消費者の身近な存在として、消費者問題はもとより、気候変動問題についても県民目線で広報啓発や環境教育活動に取り組んでおられます。まあ、今回の協定では、エシカル消費、倫理的消費とも呼ばれておりますが、このエシカル消費などライフスタイルの転換を促すキャンペーンや、県民の皆様方を対象とした講座の開催などに取り組んでいただくこととしております。県といたしましては、このエコパートナーの方々がお持ちとなっておりますノウハウ、あるいはネットワークを最大限に活用させていただきまして、またその取り組みの成果を広く情報発信することにより、今後しっかりと連携をしていただけるエコパートナーの皆さん方を拡充し、新条例の基本理念に掲げます県民総活躍による気候変動対策、こちらをより一層加速をさせ、脱炭素社会の実現しっかりと取り組んでまいります。私の方からは以上2点です。よろしくお願いいたします。それでは発表事項に関して質問のある記者はお願いします。すみません、
エコパートナー協定なんですけれども、はい、まあ、今ご説明もありましたけれども、改めてこう民間企業と連携してやる、まあ、その、取り組みに期待するところっていうのを、どういうところに、まあ、重点を置いてっていう、はい、やはり我々行政だけでは限界があると、やはり企業活動、あるいは NPO 法人、各団体、それぞれの皆さん方が目的としている活動、これを通じて、このエコ、これを広げていこうと。特に企業の皆さん方はもうだいぶ言われてるんですけどね、やはり環境活動に大変センシティブである関心が高い企業というのは企業イメージが良くなる、そうしたところと取引をしたいとか、そうした会社から作れられる製品を購入したいとか、まあ、こうした動きがもう日本全体世界中にもあるんですね。ぜひこれを逃す手はないんじゃないか、一緒に連携をしていただいて、また NPO 法人の皆さん方もそれぞれの設立の目的、趣旨というものがありましてね、まあ、比較的このエコに関することを掲げておられる団体が多いんですね。そしてそれぞれに福祉であったり、あるいは消費者行動であったり、あるいは教育であったりと、それ以外に加えて様々なものがあるということですので、環境活動の裾野が非常に広がるということになります。ということで、これらの皆様方と連携をすることによりまして、新条例の掲げている基本理念の一つである県民総活躍ですね、ここの部分の裾野がガッと広がっていくんじゃないか、それを牽引をしていただくパートナー、これを拡大をしていきたい、また期待をしたいということになります。将来的に何企業、いくつぐらいとかいう具体的な数、もちろんこれは多ければ多いほどいいと思っておりますので、まあ、当面のところについて、まあ、いくつということはね、まあ、まず今スタートしたところでありますので、まあ、こういう活動がそのパートナーになる、あ、じゃあうちだっていけるじゃないのっていうね、そうした思いになっていただくという意味で、株式会社の皆さん方もおられましたし、学校、まあ、自動車学校でありますがね、そうしたところ、あるいは NPO 法人、まあ、それぞれに分野、あるいはカテゴリーを分けて、今回、3団体と締結をさせていただくということになります。その他ございませんか。ちなみに、まあ、どのくらいということでいうと、行動計画上はね、数値目標を掲げていますので、これは少し遠いですけど、2020年までには30企業団体というふうに言います。行動計画上までつけています。それでは発表事項以外のことで質問ありますでしょうか。先週ですね、中央構造線の、まあ、高田地震の振動の、まあ、分布が発表されたかと思うんですけれども、まあ、震度7のエリアが九州のようで、でそのことをまず受け止めとですね、これから、まあ、まあ、断層の直上で、まあ、大型の公共施設であるとか、まあ、病院とかホテルを規制するような条例もあるんですけれども、その、まあ、調査区域を、まあ、見直すのかとか、そのあたりをお伺いしたいんです。はい、まあ、まず昨年2つの大きな地震がありました。4月が熊本、そして10月が鳥取中部と、そしてこれ2つに共通するのは、ともに発生確率がものすごく低いと言われていた活断層型の直下型地震ということですね。まあ、こうなってまいりますと、この発生確率が低いという認識を変えていかなければいけない。で、特に徳島の場合には日本でも最大級と言われる中央構造線、本県だと鳴門から三好市までね、まあ、走っているわけでありますが、まあ、これが動いた場合はかなり大きな被害が起こるだろうということで、特に市町村、県民の皆さん方、企業の皆さん方からもどうなるんだろうかという話が当然のことながら出てきたという中で、まあ、我々としてはしっかりとこれに対応する、まあ、確かにすでに平成24年12月21日に震災に強い社会づくり条例、これを制定して2つ定めたんですね。1つはイエローゾーンというね、宮城県の村井知事さんが東日本大震災で言われた歴史に学んでいなかったこの重い言葉を受けて、国土交通省が法律を制定をして、かつてここには津波が来た、津波が必ず来ると、そういうエリア、
これを、まあ、イエローゾーンということで知事が指定することができるってこうなっていたものを徳島県は知事が指定をしなければいけないという形に、まあ、追い込むと。そして平成26年3月11日に全国最初にイエローゾーンを指定したんですね。それともう一つ学者の皆さん方から中央構造線これどうするんだと。確かに発生確率は 1% 未満などとこう言われていたんですけどね。ただ一旦動くと大きな被害がこれ起こりますよ、まあ、警告を受けていたということであればこの位置を明示をしようということで平成25年の8月30日に40メーター幅で鳴門から三好まで特定活断層調査区域っていうものを明示させていただいてここに土地利用規制をかぶせたんですね。つまりこの上に大規模集客施設あるいは危険物貯蔵施設これを建てる場合には活断層を必ず調査をしてその直上を避けることと、まあ、このようにさせていただいた、まあ、これによって、まあ、その後そのエリアに新しい建物これが建つということがなかったと、まあ、一定の抑止効果、まあ、これが出たんではないかと、まあ、このように言われていたんですね。しかしそうしたことは示していたんですがじゃあこれが動いた場合に各市町村にどれだけの震度が襲ってくるのか被害はどうなるのかこうした点はやっていなかったということで、まあ、昨年のうちに3月末つまり今回の3月末までに震度分布各市町村がどのぐらい揺れが起こるのかそして8月末までには被害想定を出すこのように公表させていただいて、まあ、検討委員会を動かしてきたんですね。まあ、こうした形で今回3月末に震度分布そして今お話がありましたように旧市町でやはり強い揺れ震度7、まあ、やはり徳島の場合には液状化が大きく起こるんですよね。つまり地盤が弱いところが多い、まあ、徳島っていうぐらいですからね、まあ、そうした意味で、まあ、確かに岩盤の強いところっていうのは揺れが非常に低くているといった点もこれあるわけなんですがまあ、今回そうした意味で、まあ、まず震度分布を出させていただきましてそして多くの、まあ、企業であるとかあるいは市町村県民の皆さん方からも、まあ、分かりやすかったのではないかとこうした声はいただいているところでもあります。ということで第2番目の今後じゃあそのどう調査区域変えていくのかとかまあ、こうした点については当然のことながら8月末に被害想定これを出していきますのでこうしたものもしっかりと踏まえる中で今の調査区域だけでいいのかそれともやはり変える必要があるのかですね。ここは何といっても土地利用規制こちらをかけているところでありますので、まあ、そうしたものを踏まえて対応していければと、まあ、まずは8月の震度分、被害想定ですねこれをしっかりと打ち立てていければとこれでいく。その言い方も、今、知事も液状化のについてのご指摘あったんですけども、まあ、液状化の、まあ、安曇野ですごい 94% であったりとか、広いエリアで液状化が懸念されているんですけども、その液状化の区域で、まあ、何かこう、まあ、地盤調査であるとか、そういったことの規制も含めて考えていくということになるんでしょうか。液状化だから規制をするということではなくて、やはり、直上活断層の真上っていうのは今回の熊本鳥取を見ていただいたら分かるように新新耐震でないと厳しいと新耐震の家でも崩れるということがこれありますので、まあ、こうしたものについてのまずは周知これがやはり重要になってくるであろうつまり今徳島県では新新耐震基準これに合うように耐震化の助成制度あるいは耐震とリフォームね簡易耐震リフォーム制度こうしたものも非常に補助率を上げていっておりますのでまずは関心を高めていただくとそしてそれに対しての備え備えあれば憂いなしと、まあ、こうした点を広げていくことができればなということで、まあ、我々としてもさまざまな制度を今動かしている点をより候補していると、まあ、既に補助率を上げるということは行っておりますしその対象を新耐震から新新耐震へということも全て行っておりますのであとはいかに PR をしてそれぞれに備えていただくのかこうした点がポイントになってくるのではないのかなこのように思います。8月の、
被害想定の公表の後に、まあ、調査区域の変更とかを、まあ、検討始めるということになります。というのは、まあ、同時になってくるかと思いますけどね、まあ、被害想定というのはそうした意味でどういう被害がどこに起こるかということを出していくわけですから。他何かございませんでしょうか。はい、すみません、今の、 その関連で、はい、確か40メートル幅でやっておられるという話なんですが、その幅自体も場合によっては見直すということはありうるんでしょうか。まあ、当然今はそうしたところが危ないということで、つまり震度分布あるいは被害想定を前提にしたものではなかったですね。しかし今回その活断層型地震というものが本当に起こるんだと、しかも連発で起こったわけですから、でしかも我々に近いところということですから、当然震度分布、これで液状化の状況も分かる。それから次に被害想定、これらを出すことによって果たしてその幅で本当にいいのかとか、そうした点も当然のことながら考えていくことになるかと思います。で、あと、この間もうちに会議の中でも、まあ、助長されておられましたけれども、やっぱり耐震というのがやっぱり一つの一番のこれからの課題で、まあ、これはまあしかし従来からも言われている話で、しかも南海トラフに関してもまあ同様のやっぱり必要性というのはまあ一般的には言われているわけですけども、まあ、その中で改めて耐震、特に木造耐震、これがまあはっきり言ってほとんど、まあ、これは日本と どのエリアもそうなんですけども、そんなに進んでないという中で、徳島としてはどういうやり方で新生耐震の基準というのもですね、まあ、やっぱりそうは言っても簡単にはやっぱりそれぞれの個々のやっぱりご家庭から言うとなかなかご判断とは難しい場合もあるわけで、やっぱ 今の新耐震基準ですらやっぱりなかなか十分にクリアできてない状況の中で、どういうふうな形でそれに対応しようとしておられるのかという、その時基本的な方法になまずは2つにこれを分けて考えるべきだと思うんですね。というのは、これまでは南海トラフを我々はかなり強調をしてきて、で海洋型ということですから、まあ、まず起こって津波に備えると。でただ津波が来るときに逃げれる状態になってないといけないので耐震化しましょうと、まあ、こういう形を言ってきたんですね。でどちらかというと海岸べり、こちらを中心としてその隣接区域というところが、まあ、その対象と。どちらかというと中央内陸的なところっていうのは割とそうではないよね、こういう話だったんですね。ところが今回は逆にそうしたところに中央構造線が走っておりますので、まあ、そうしたところもやっぱり地震に備えなきゃいけないと自分たちもと、こうした意識啓発ですね、まあ、こうしたものを広げるといった意味で、まあ、速やかに震度分布からまず発表をさせていただいたということですね。から次に今度はそうして全県がこれで意識がだいぶ高まったんではないかという中で、やはりまずは助かる命を助けるためには海洋型であろうと直下型であろうと家が崩れて即死をしてしまうと、これは一番困るということですから、まあ、そのためにはまず全部の家をやればそれはベストなんですが、いやお金もねということがありますので、簡易耐震のリフォーム制度あるいは耐震シェルター制度ですね、まあ、こうしたものについて補助率を3分の2まで上げる、あるいは新耐震基準以前のものというものを新耐震基準以前のものも対象にしましょうという形にして、熊本地震の大きな教訓ですね、つまり新耐震基準を満たしていた家が直下型で崩れてしまった、これは NHK さんの報道でも出ていたように我々も映像を見ましたけどね、まあ、これは実は一発目には大丈夫だったんですけど、二発目で実は崩れたという家でもありましたが、ガドの家だったんですけど、まあ、でもそして崩れるんだということが分かった以上、やはり県民の皆さん方にしっかりと、これは全県民の皆さん方に海洋の近くであろうが内陸であろうがですね、まあ、しっかり意識を持っていただいて、でもさあやる場合に先立つものと、やはり命は何者にも代え難いものですから、我々としては補助率も上げ、そしてなるべく手続きをしやすいようにワンストップサービスで行うという形での耐震助成制度手続きの簡素化というものも同時に図ったと、これはすでに昨年の段階で行わさせていただいておりますので、まあ、まずは全県下の皆さん方に地震に備えなければいけないということ、そして次にじゃあそのためには
県としてのこうしたいろいろな制度、市町村の皆さんと連携してやっておりますので、こうしたものをより周知をしていく、より取り組みやすくしていく、こうした形で進めていきたいと、こう考えています。いいですか。新耐震性というところなんですけど、その新震という部分でいうと、その県の公共施設、この、はい、特に震度7エリアの中で、まあ、新耐震ではいけたんだけれども、より対策が必要なのじゃないかとか、そういうその診断というか、今後の対策というか、まあ、県、並びに市町村も含めてもいいかと思うんですけど、その辺の状況というのはいかがですか。まあ、ここがいわゆる今申し上げる被害想定、ここに関わってくる。当然被害想定で出てくるものっていうのは避難所であるとか、そういう県のこれからいろいろ活動しなければいけない拠点、ここが大丈夫かっていうのもこれあるんですよね。まあ、ですからこうしたものを経る形の中で、じゃあどこをどう対応していくのかということが当然ある。当然被害想定を受けてそれへの対応で、今ご質問があったように、じゃあ場合によっては特定活断層の調査区域を変える必要もあるんじゃないだろうか、まあ、確かにそういう可能性も出てくる。まずは8月の被害想定、これをしっかりと踏まえて、そしてそれに合わせる対応、これをしていく。もちろん徳島だけでできないものは国土強靭化っていう話もありますから、国に政策提言を行うという形になるかと。今回のモデルのデータを基本的に、まあ、中高度線は県内ずっと通ってるんですけども、滑り斜めになってて、地震が起きるところのポイントの想定は全部香川県側とか海とかになってるんですけども、例えばこれで、まあ、あくまで結果的には県内の方の一応震度分布とかっていうところしか出てないんですけども、これ香川県側への提供というようなことは何かお考えるということがありませんか。もちろん香川県さんの方からね、そうしたものを提供してくれということであれば喜んで提供させていただきますし、まあ、香川は香川として当然この中央構造線の在り方、それへの備えということはお考えになられていると思いますのでね、まあ、こちらがこれ押し付けるっていうのもまた変な話なので、まあ、当然先方さんからデータをということであれば当然ご提供するということで、他はございませんでしょうか。はい、じゃあ、それ、別件なんですが、NHK 金井でございます。まあ、全然人事異動の関係もちょっとお伺いしたんですけども、はい、2階から10階にかなり危機管理部の場所が移りますよね。はい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 、で、まあ、消費者庁のオフィスももう奥様ってきて、で、県庁はフリーアドレス化とかですね、立ち会議とかいうのも新年が導入する必要があるというのをお伺いしてますが、はい、10階にもそういったものが入っていくことになるんでしょうか。それとあと、やはり県庁 の、 その働き方改革という面で県庁の10階がその拠点になって情報発信拠点になってくるってことになっていくんでしょうか。今お話の通りで、まずそのモデルを10階のフロアにということで、例えばその席を固定をしないという形を取ったり、フリーアドレスといいますか、まあ、Wi-Fi を全部どこでも使える。もちろんブロックとしては3つのブロックに分かれるんですね。一つは消費者行政、新未来創造オフィス、消費者庁のエリア。それからあとプラットフォームですね。ここは三角館、イランを使ってもらう。それから消費者、暮らし安全局のこの部分。こう3つ分かれるんですかね。まあ、そこを Wi-Fi を全部通して、どこでも対応できるようにしていく。まあ、確かに新しい働き方で、ペーパーレス化をどんどん進めていこうと。まずこのように考えています。じゃあ、例えばその10階だけにするのっていう話も、これ次話があると思うんで、もちろん10階はそういうことにするんですが、まず先行的にこれを行う、このヘッドコーターとしてやっているのが、経営戦略部の行政改革室ですね。まあ、ここと、それから庁内の電子政府化、これを進めています。電子行政推進化。まあ、こちらについても当然のことながら10回だけではなくて同時にやってみよう。で、実は今特に在宅勤務に少し抵抗感がみんなあるんですね。あるいはペーパーレス化に、いや本当に書類なくなっていいの。で、実は席を自由にしてしまう、固定化しないということになると書類が置けないんですよね。で、ここは私の机とならないわけですから、全部電子媒体化しなきゃいけない。
まあ、これをまず今言う10階と今言う2つの下室、こちらでモデル的にまずやってみようと、7月ぐらいからですね、ちょっと上が7月ぐらいに来るということですから、まあ、これがうまくいけば、あるいは抵抗感がなくなれば、おそらく在宅勤務、あるいはまさにフリーアドレス、あるいはもう書類からさよならってね、のペーパーか、ペーパーですか、こうしたものが済むではない。まさに消費者庁、こういう移転をしてくるという要請で、まあ、そうした点を一つの機会として、まさに働き方改革、そのモデル、もう一歩進めたものを、徳島県の方から今年度展開したいと、どうか。あの消費者庁の新オフィスに対する対抗意識などもございますか、こっちの方がすごいぞみたいな。いや、というか、まず環境を我々の方で整えさせていただきますので、まあ、そうした意味では逆に、お互い10階というのはそういうサンクチュアリにしてしまうかと。でも10階だけかっていうのもありますからね。今申し上げた1階室もやっていると。で、それによって他の皆さん方もね、これいいじゃない。特に若い皆さん方はババッとこう反応してくれるんじゃないかなっていう期待もね、これありますのでね。まあ、様々な点でのタスクフォース、こうしたものにも新たな手法を考えてもらう、あるいは体験してもらう、これか。なんかいろいろんな人に見てほしいとありますか、そこ実態を。いや、これは見てもらうというよりも体感してもらうという方が早いんだと思うんですね。ただ見て分かるのではこれなくて、実際にそこで勤務してみて、あるいは利用してみて、あ、こんなことできるんだ、非常に抵抗感があったけどこれいいよ、こうしたものを体感した人から広げてもらう、これを期待しています。いいですか。先週もちょっとこの場で、質問が出たテーマなんですけど、ふるさと納税のことで、はいはい、あのまあ、4月の初めに、総務省の方から、全国の自治体に、通知が来るというふうにも新聞報道であったんですが、まあ、上限品の返礼品の上限を、まあ、3割と設けるという、まあ、そういう制度の、まあ、改正ではないかもしれないけど、まあ、こういう方針が出たと。というところで、まあ、実際この、まあ、泉知事いろいろこのふるさと納税に、いろんな思いもあろうかと思うんですが、本来でいうと政策とか事業とかへの共感でこう集めるべきだっていうふうに私は思うんですけど、まあ、その点この総務省のこの方針についてもっともっとこう制度改正していくべきじゃないか、そんなところのちょっとご意見をもう一度お聞かせください。はい、まあ、そもそも制度改正というよりもふるさと納税制度っていうのは地方の税の在り方なんですよね。ですからこれはもうやはり地方側から主導していかなければいけないということで、もともとは全国知事会、私も提唱者の一人で、その時に反対をした東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、まあ、石原都知事さん当時ですねをはじめとして、それは議論させていただきましたしね、公開討論会やろうではないかということも言わせていただいたんですが、まあまあまあということになって、まあ、国税、所得税を入れ込むと、地方税だけじゃないという形で実は出来上がった制度ということになっているんですね。ですから本来は今ご質問があったように、それぞれの都道府県あるいは市町村の政策に非常に共感をしたとか、あるいは自分として自分の出身地だ、そこに貢献したいとか、あるいは自分が関係しててそこ好きだ、そこに貢献したいとか、そうした思いがあってもいいんじゃないか。つまり納税者の皆さんというのは税って召し上げられるっていう、こうね、私も地方税のヘッドクォーター税務企画官やってましたからね、召し上げられるっていうこの感覚をなんとか解消することはできないだろうか、自分たちが積極的に、あ、税を払ってそして地域に貢献してんだよって、でも実際には税金払って国にも地方にも貢献してくれてるんですけどね、もっと能動的に言ったで、これなんていい制度ないだろうかと。で、地方分権一括法が、まあ、改正になりましてね、で、地方で独自の税を取ることが前以上に自由にできるという中で、今度ふるさと納税、今度は知事という立場になってね、でこれをやっぱりやるべきじゃないか、前々から思っておいたんですけどね、まあ、そしてそれをスタートすることができた。で、当初は割とそういう感じで言ってたと思うんです。でもマスコミの皆さん方でやはりふるさと納税ランキングっていうのが出るんですね、必ず。どのくらい何件どこがトップとか、いくら金額どこトップって、そうなってくるとやっぱり負けてなるものかと
言うと、じゃあ何がいいかな、政策がダメだったらうちでも美味しいものがあるよとかね、まあ、そういったところにこうずっといる。じゃあだんだんこの税というものイメージよりはじゃなくて自分とこの PR しよう、できれば自分とこの特産品を買っていただこうと、絶好の販路開拓だ、 PR だ、こういうことになってきたんですね。でそれがまたカタログまでこうできたり、ネット上でできたりですね、まあ、そうなってきて本来の税の趣旨からまあ逸脱をしてしまったように見えてきた、まあ、これが今回の問題ということで、まあ、本来は地方で独自にやらなければいけない点を、まあ、国総務省が見るに見かねて上限3割というものを打ち出した。でこれはでも強制ではないんです。ただ個別団体を呼んで指導しますというところまで来たというところで、これは総務省としては地方分権を進める立場なので、それを強制しますとなかなか言いづらい。だって地方税ですか、これ、まあ、一部国税入ってますけどね。まあ、こういう点から言うとやむを得ないということは今までも言ってきたし、若干地方分権これを推進する立場の地方としてはちょっと情けないよね。でもまあランキングに対して責められどうなんだといったことに対しての、まあ、知恵の一つとして出たものといったところはね、まあこれまでも申し上げたようにふるさと納税というものが行政側にあるいは税をお支払いいただいている皆様方に定着をする、まあ、一つの、まあ、何律か、これが三律かなんか四律かなんかね、これちょっとわからないところではありますけどね、その通過点の一つではないか。でこれによってふるさと納税というのは、あ、そもそもそういうものなんだということが行政サイド、あるいはそれを、ね、出していただく皆さん方にも理解をしていただける、まあ、一つのきっかけにすべきじゃないか、前向きに捉えようよ、まあ、このように言わせていただいているんですね。まあ、決して国が地方を全部縛るんだとかそんなことではなくて、なかなか地方それぞれの立場で、ね、ありますので、そうしたもので少しそこから出ちゃったなっていうものについてはやっぱりこう戻るべきじゃないの、とここエリアだよ、ここですよっていう土俵のね、これを示していただくと、まあこれからは地方がもう一度しっかりと今回のことを踏まえてどうあるべきか、税はどうあるべきか、地域振興をどうすべきか、まあ、地方創生と言ってますけどね、これを考える一つのきっかけにぜひしてもらいたいなと、こう考えています。人の開示とか、この、まあ、私は素人意気に考えるさらなる改善点みたいなのもあろうかと思うんですが、もう一方なんか、次はこういう改正ができるのじゃないか、そういったご提言はございますか。というよりも、あまり国の方からどうっていうね、タガをはめられてしまうというのは少し問題がある。国としては税はどうあるべきかという観点、これは国税も地方税も同様ですからね。で特にふるさと納税の企業版、徳島からも提唱して昨年度からスタートしたんですけどね、まあ、その点についてはもうかなり最初からガシッとはめられちゃっている、国が審査する、こうした点がこれありましてね、これはまさに個人版のふるさと納税がそういう形になったからこういうふうになっちゃうでしょということを教えたと思うんですけどね。だからやはり国がそうした形で関与してくるということを極力避けれるような形でみんながこう考えていかないといけないと。だから何があるかというのをそれぞれがみんなが考えていくべきなんだと。でまあ団体としては全国知事会、市長会、町村会、それぞれの議長会、地方6団体あります。まあ、そうしたところでしっかりともう一度考え、振り返ってみる、そして前へ進むということが重要かと。こう。そうですか、考え方ですか。県内の市町村にはその返礼金の割合が 30% 超えてくるところがあったんですけど、あると思うんですが、その自治体に対して県の方どこにしようとか、そういうのは考えますか。まあ、機会があれば我々として、まあ、総務省は個別団体を呼ぶと言っているわけです。まあ、そこにやされるよりは県の方としてやっぱりもう少し考えたらっていうことはね、当然言うべき立場にあると思います。ただ最終的には各市町村も独立の機関で自ら考え、議会もあるわけですからね、まあ、そうした中でより良い方向を導き出し、ふるさと納税に関心を持っていただくということはいいことやりますね。割と徳島県の市町村、今までふるさと納税
関心低いってね、マスコミの皆さんにも書かれてたんで、まあ、そうした意味ではこれも一つのきっかけにして、ふるさと納税を有効に活用したらどうだろうか、そのきっかけになってくれればなと思います。はい、別の話です。JR 四国の方が、路線別の収支を公表すると、まあ、その狙いとしてはその路線のこの不採算の路線の廃止を含めて、まあ、協議をしてもらうというのが狙いにあるようなんですが、運転税はい、実は JR 北海道が、まあ、我々が求めてきた DMV ですね、デュアルモードビーグル、この素晴らしい技術をもう手放すと、もう開発やめるという話がかつてあったんですね。でも全体の路線が大変だと、維持管理ができないと、で新幹線これにはもう特化していかなきゃいけないと、まあ、3つは追えないということがあって、これ JR 北海道がそういうことというのは JR 四国も同様のことがあるような、まずここに気づきが徳島としてはあったんですね。まあ、私としてはもちろん JR 九州も入れた三島特例、ちょうどこの4月で JR 6社、特に JR 四国スタート、昭和62年の4月1日ですからね、30周年で31年目を迎えたと。ちょうど私、国鉄改革実証で財政局でやってましたんでね。で、三島特例という、北海道、四国、九州、なかなか財政基盤に恵まれないところ、こうしたところに対して支援をしようと。国として大きな財政の経営支援の基金を作る。で、その利子で応援をするとかね、これは財政投入。あるいは税制として三島特例、固定資産税、承継特例とかですね、まあ、こうしたものに対しての減免措置を入れるということを作り上げたんですね。で、あとずっと見てきた。でも JR 九州が新幹線が通り、そして不動産で非常に儲かった、黒字になったということで、この三島特例から抜けて今二島特例になっている。 JR 北海道と四国、そしてちょうど民主党政権の時にこの景気基金、安定基金、これを、まあ、本当はくれればよかったんだけど、これを無利子貸し付けということになったんですね。本当はくれればこれでもって JR 北海道もあるいは JR 四国も今の路線の基盤をね、老朽化したものを全部直して逆に高速化をすると。JR 北海道なんか本当は非常に効果的だったんじゃないかとこう思うんですけどね。でもこれ無利子貸し付けというのは最後返さなきゃなんないし、今無利子貸し付けになるとディザイア上がらないんですよ、マイナス金利で。ということで一気に苦しくなる。それで JR 北海道はとうとう今走ってる路線の半分を廃止する。もう四国こうなったら大変だ、まあ、おそらくこう JR 北海道になるっていうのはもう明らかだ。我々はもう昨年度のうちから JR の皆さん方と、まあ、まずはバス路線の維持、これがね中山間地域でどん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 バス路線が切られてくる、これは官民ともにですよね。まあ唯一伸びたっていうのは、今までは佐賀大地役場までだったものが新富能トンネルが抜けてね、神山温泉で、さらには明西高校神山分校が伸びたって、もう本当に珍しい事例、後で切られる。だからこのバス路線をどう維持するのか、で特に今高齢者の皆さん方の免許返上問題がこれ出てきてて、でその分こう日頃の足を確保しなければ、じゃあ路線バス、この減免をするね、そうしたパスを上げたらどうなるか。ただ必ず言われる、うちバス走ってませんとか、走ってたけどなくなった。じゃあこの生活、公共交通としての生活路線をどう維持するのかっていう対策協議会、それを県域別に作ったんですね。でまあそうした点、その中に実は鉄道事業者も入ってもらいたい。実は DMV が走ってくると鉄道とバスとがセットになってくるということが将来展望出てきてますので、ね、まあ、既に JR 四国の皆さん方とはそういった形で事務レベルではさまざまな関係がある。でそのうちの一つに DMV の路線ですよね。従来朝東線だけと言っていたものが、観音浦もそれから海部の駅も京城駅ですよね、ここから下ろすというものすごくコースかかる、観音でしょうがないですということで、その隣の駅、 JR 四国の駅である阿波海南駅、ここは平面交差している、ここまで朝東線として引き受けようと、これも一つの形なんですよね。今まではみんなもう JR さん、 JR さんとこう言ってきて、もう無理って切るとじゃなくて、いや我々は引き取る時あるという形を新たに取らせていただいた。
ということで、まあ、こうした点も一つの形として JR 四国さんとしては今回路線別に収支を出して、そしてやめるとかなんとかっていうことが前提ではなくて、それをどう生かしていくかということで中央公共団体あるいはいろいろな皆さん方と組んで、そして考えていく、つまりまず生かすという前提というね、廃止を前提というのは大きくその着地が違うんですよね、目標が。ということで我々としてはまあこれまで JR 四国さんとは積み上げてきた、もちろん鉄道効果の話もそうなんですけどね、まあしっかりと、まあ、今回ディステーションキャンペーンとともにということで四国真ん中宣伝物語のね、大ごけ園から琴平多度津のね、でこの徳島の県産材水材を使ったりとか、せんべん台は大谷焼きとかね、湯山箱の弁当とか、まあ、徳島ならではのものだいぶふんだんに取り組んでいただいたりとか、まあ、JR 四国の皆さん方とは非常にこのピンチではあるんだけど、それを逆にどう生かしていくか、いい方向に進んでいくということで、まずは JR 四国範囲社長さんはじめ、ね、皆さん方が各路線別生かすという前提で地域とどう組んでいくのかと、まあ、もちろん結果としてはダメになるということもそれはありえないことではないんだけど、でも生かす前提だと、これについては非常にこう評価をしたいし、徳島県としては沿線市町村あるいは関係団体の皆さんとともにね、しっかりとこれには取り組む、そして県民の皆さんの足これを切ってしまうのではなくて、より伸ばす、あるいは充実をする、でこれは県民の皆さんの足だけではなくて二次交通といった観点ではインバウンド対策も非常にこれがポイントになるんですよ。海外から来た観光客の皆さんだからどうその地域を巡るのか、観光地を巡るのか、二次交通ね。ということでこれは本当に大きな今ターニングポイントに差し掛かっていると、こういうJR 四国の社長がですね、あのそういう議論をするにあたって、まあ、それぞれ4県の知事さんにはちょっと参加していただくような形になるんじゃないかというようなことを発言されておられますけども、まあ、そこそういう要請があった場合は当然じゃあ知事としては、まあ、そういう協議の提供参加していくという考え方で、はい、もう事務レベルではやっていますので、もう私としてはもういつでも喜んで、まあ、かつてからさまざまな提案を JR 四国の皆さんとね、まあ、DMV がその一つ平成17年から言い続けて一緒にやってきてようやくですからね、お喜び、はい、別件で世界の温暖化対策なんですけど、はい、まあ、今は全体と一緒に利用していた立場だと思うんですが、本日はトランプ大統領がそれを見直す大統領令に署名したということ、今後世界でもまた影響というものが出てくると思うんですが、どういった見立てですか。実はこの先ほど発表事項の中で言った3年連続で世界の年平均気温が更新をされている、これ出しているところどうこうっていうとね、アメリカの NASA と海洋それから大気汚染なんですよね。つまりアメリカが出しているデータをアメリカの大統領が否定をする、まあ、こうしたちょっと矛盾したこれ話になってくるんですよね。だからやはりそこを確かに選挙戦でオバマ大統領っていうか、どちらかというとクリントン候補、まあ、民主党候補ですよね、だからそうしたものをオバマさんの政策を引き継ぐという形があったと思うんで、まあ、それをやはり選挙戦として否定をしなきゃいけない、それは分からないんじゃないんですけど、まあ、例の壁の問題、メキシコとの間の壁だとか、あるいは移民の阻止するかということで、いやテロの阻止だとか言ってね、7カ国こうするとか、まあ、さまざまなこと、確かに言われたことを有言実行でやるっていうのは素晴らしいことなんですが、まあ、しかしもうちょっとね対応考えると、特に入国禁止の話っていうのは地方がみんなノーって言ってるわけだから、まあ、ましては今回の地球温暖化対策、脱炭素社会に世界中を向くという中でね、アメリカだけが反対向くって、これやっぱまずいんじゃないでしょうかね。だから私の場合は徳島県知事というよりも34道府県200を超える企業を合わさっているね、自然エネルギー協会の会長でもありますので、まあ日本の政府にはさまざまな提言、まあ、マラケシュのね第1回の
締役国会議、もうとにかくここは出るべきだと、翔太フラッグは重要だと、その前、まずは閣議決定してというね、話もあって、閣議決定までは何とか行ったんだけど、ここに出れなかった、奥沢さんがと、残念というところもあったりね、まあ、展開させていただいてますんで、そうした意味から言うとね、ちょっと今回はね、まあ、そこはこだわらないでいいんじゃないのかなと思うんですよね、まあ、確かに選挙戦で言われたこと、俺をっていうのはあるんでしょうけどね、そこまで意地にならなくて、まあ、おそらくメンツの問題で言ってるような感じがしますね。それはよその国が出したデータであればあれは違うとかってね、あるでしょう。自分の国だからね、これは。でしかも政権がどう関係なく昔からずっと取ってる話ですからね、共和党政権の時もあれば民主党政権の時もあったわけだから、だからそれをね、自国の大統領が してしまうと困ったねと思ってます。他ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあこれで終わります。はい、じゃあよろしくお願いします。